蜜チ浄化は、主に幼虫の餌として、昆虫を利用する穴鉢類と、植物から花粉や蜜を集め、幼虫に餌として与える花鉢と呼ばれる蜂類に分類されている。このトガには、昔花鉢か、姫花鉢か、小花鉢か、はきり鉢か、蜜チかなどの蜂が分類されている。英語で言うワスプの仲間である蜂の多くは、カリウド蜂と呼ばれ、 他の昆虫やクモを毒針で麻痺させ幼虫の餌として与える。こうした鉢でも成虫の植生は過密や蚊が蜜で花を訪れる。こうした鉢の中から他の昆虫を幼虫の餌とすることをやめ花を植源とするよう進化してきたのが花鉢である。これらの鉢はもちろん過密を採取するために便利な口を持っている。これらの鉢は長い舌を持っているか、 短い舌を持っているかで大きく2種類に分類される。短い舌を持つ蜂は、花の管が浅く、蜜が容易に採取できる、進化上初期の子植物アンジュアスパームの蜜を集めていた蜂の子孫であり、長い舌のそれは、蜜が花の奥深くにあるような進化状後期に出現した蜂植物からも、蜜を採取する能力を備えた蜂の子孫だと考えられている。この分類では、 蜜蜂は長い舌を持った蜂に分類されている。ありがとうございます。